こんばんは。こんばんは。1月1日午後5時になりました。皆様明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。滝田さんもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。おめでとうございます。オープニングからなんか合いませんね。合いませんね。すみませんね。ちょっと最初明けましておめでとうございます、明けおめを言うのかなと思ったんですけども、はい、こんばんから、こんばんはから来ましたね。すみません。いやいやいや、イブニングですからね。イブニングですからね。イブニング特別バージョン。はい、そうなんですよ。今日1時間、はい、1時間早い。早い早いですか。はい、いつも18時から、あ、そうですよね。そういうことですね、うん、そうです。1時間早めのスタートでございます。また別の意味で捉えました。ちょっとちょっとです。何皆さん分かります。いや、あの、もう木田さん、この2人で進行してまいりますけども、はい、有川雅子です。皆さん今年もよろしくお願いします。木田勝です。今年もよろしくお願いします。はい、3時間皆さんと一緒にね、はい、やっていきましょう。お願いします。はい、お願いします。なんか不思議というチャットも来てますけれどもちょっと不思議ですよね。不思議な感じですね。まあ、いい融合、コラボレーションになるといいですね。コラボレーションになるといいですね。そう言われるとは思いませんでしたけども、コラボしていきましょう。コラボしていきましょう。はい、この3時間はコラボの3時間ですね。コラボの3時間でございます。はい、よろしくお願いします。はい、2011年ですね。今日のイブニングの内容は、今年を去年を振り返って、今年の空歴を作っていこうということですね。はい、空歴とは空歴とまた新しい言葉。そうですね。ね、何なんですか空歴。何なんですかね空歴というのは。空歴、うん、まあ、いろいろ1月から12月の去年のですねリポートを振り返って、今年どうなるのかなっていう傾向をですねどうやらまとめていくという。大胆ですね。大胆にいきます。大胆ですね。はい、明日の天気予報も外れることがあるのにこの1年間を大胆に予想しようと。大胆にもそういう番組にしようかなという。素晴らしいですね。どうなることか分かりませんけども。どうか分かりませんけどもね。はい、よろしくお願いいたします。あの、今日木田さん1月1日の天気はどうやらの年末年始の寒波でですね、はい、荒れたところもありましたね。そうですね、あの、特にね昨日の夜から朝にかけて山陰地方でね、はい、鳥取県米子など中心にかなり雪降りましたね。はい、で皆さんからのねリポートも私見てたんですけども、はい、特徴的なのが多くの方がねこんな降り方初めて、うん、と感じられてたようなんですね。まあ、それだけ米子ね87センチもう1メートル近いですよね。これが一気に降り積もったわけですから、あの、電車にも影響、まあ、立ち往生ねしてしまいますし、動けなくなった方もね大晦日の夜から元旦の朝ですね、元旦にかけてかなりおられたみたいですのでね。そうですね、うん、大雪でしたからね、本当にね。まあ、今の時間は落ち着いてきたんでしょうかね、少しは、うん、ピークは超えて、この M スケールもねブルーの1に、ね、変えてきたんですけども、ただですね、まだこの後も雪は降りやすい状況続くんですね。はい、あくまでピークが超えたというだけですので、明日にかけても山陰エリアはね北風になりますので、海からねちょうど風が真正面に当たる形になるので、はい、より雪が降りやすい状況ですね。あ、そうですね、ちょっとね、あの、気をつけていただきたいと思います。ね、今日大雪となったところもありましたけど、はい、木田さん、去年のどうやら、まあ、2月でも新潟記録的な大雪になったみたいですね。そうですね、去年皆さん思い出してほしいですけど、覚えてます？2月。そう、2月はちょっと2月だったんですけども、新潟でね本当にかなりの大雪になりまして、市内が混乱したんですよね。はい、やはり、まあ、新潟というと割と雪降ってるイメージありますよね。ありますよね。ただね、ここ数年は雪国とは言えなくなってた新潟なんですよ、実は。うん、それが去年いきなりドカッと、はい、何年ぶりでしたっけ、こちら26年ぶり、はい、26年ぶりの大雪で80センチ超え、26年ぶりに、80センチ。そうですね、あ、まとめて降った、そう、まとめて、で本当に、ね、集中して、あの、新潟市周辺で降ったというのが特徴的だったと思うんですけども、ですね、牧田さん、2011年の空歴、はい、去年を振り返りつつ行きたいなと思うんですが、はい、ではですね、2010年、はい、去年のリポート早速見ましょうか。見ましょうか。はい、まあ、どういう状況だったのかということですよ。2010年2月、新潟市の方のリポートです。はい、マナサさん、こちらはお昼前のリポートですね。雪かき完了ということで、夜だけ埋まった車やっと形が見えました。隣の隣はまだ何も触っていない状態、恐ろしいですと来ましたよ。
これも、この、ね、一番右側、はい、これ車の上に雪が積もってますよね、よく見るとそうですね、うん、除雪してない状況ですよね。だからどれだけ積もってるかっていうのはこれよくわかりますよね、はい、2月5日ね、2月5日ですね、うん、はい、これ雪かきはやはり大変なんでしょうね、うん、特に新潟だとまだね湿った重たい雪ですから、うん、あの同じね乾いた雪でも同じ体積でもねかなり重いんですよね、うん、あ、そうですよね。これは2月かなりの大雪だったんですけれども、まだまだリポートがありますね、はい、見ていきましょう。同じ2月5日、上越市です。しげさんは地盤沈下警報ときましたよ。お、なるほど、ね、はい、かなりこれ玄関前なんだそうですけどね、雪の壁。これ玄関前ですか、すごいですね、はい、これあの木田さん、車を車庫に入れるため近所のおばちゃんも雪掘り作業という近所の方もですね、こういう状況、うん、そして上越市、平成18年豪雪以来の地下水汲み上げによる地盤沈下警報発令ということです。なるほど、はい、これ分かります、どういうことか。どういうことなんでしょうか、木田さん。これですね、多分ですね、多分あの道路で、はい、うん、あの水をね撒いて散水して雪を溶かすことがあるじゃないですか、はい、それをね地下水使ってるらしいんですよね。あ、うん、であまりにも雪が多いので地下水をたくさん汲み上げてどん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 溶かすと、地下水がねあまりにもたくさん地上に出て、はい、出てきて、でそれで地盤沈下を起こしてしまうということで、このような警報が出たみたいですね。そうですね、あの豪雪だったということですね。そうです、豪雪の影響がね、これが地盤沈下にもつながったという。そうですね、ちょっと驚きですよね。驚きですね、衝撃的なリポートですね、うん、お、あのチャットでも実家にいた時経験が終わりの方いらっしゃいますね。なるほどね、はい、そうですね、最近は川の水を使うところも増えてきた石川県、うん、そうなんですか、地下水じゃなくてね、川の水ね、うん、そうですね。もう一ついきますね、はい、2月5日、新潟市お日様さん、夜の状況ですよ。最悪の路面状況ということです。最悪の路面状況、はい、これがですね、十分な除雪がされずに夜になり、かなり輪立ち 4WD とか4駆とかでも横滑り防止装置があろうとも、うん、低速で もうハンドルを取られる状態だったということですね、うん、アイスバーン状態だったわけですね。アイスバーン状態ですよ、うん、スケートリンクにモーグルスキーの大小のコブがあり、コブがあり、そこを、うん、走ってるみたい、うん、ということですか。デコボコです、デコボコで滑って、もうハンドル取られて、うんうん、どうしようもないですね、こうなってくると。そうですね、うん、この新潟は2月5日去年80センチですね。80センチ超えで、うん、で木田さん、その今回の、はい、今年の年始の積雪量というのは、うん、まあ、80センチぐらいいきましたかね。そう、米子とかはね、うん、同じぐらい降ってますよね。ですね、はい、西日本の方は特に今年びっくりされたんじゃないかと思うんですけどね。そうですよ、鹿児島もね、実は20センチ、はい、鹿児島ですよね。鹿児島でございます。鹿児島でございますよね、うん、大丈夫ですか、ご実家は。結構あのそれがですね、うん、うちの付近は非常に雪が珍しいものでですね、はい、まあ、無理な外出は避けたところで、うん、こう雪だるまとか楽しんでちゃってたみたい。雪だるまをね、わかります、それは、うん、珍しいのでね、珍しくて楽しんでましたよ、うん、まあ、はい、正月で、大晦日からお正月ですから ね、 そうですね、あまり動きませんよね。動きませんね、動きませんよね、まあ、じっとしとこうかなったんですよ、うん、いや私あの最近メザーリポートしてるんですよ、はい、で鹿児島だよりということで、鹿児島だより、私送ってるんです、うん、あ、鹿児島から、鹿児島だよりの届いた写真を私が送ってるんです、リポートに。なるほど、鹿児島帰った時じゃなくて、鹿児島から届いた写真を千葉から送ってる、はい、千葉から送ってるんですいいんですかそれと、まあ、状況は把握できるじゃないですか、うん、まあいいと思います。言われない限りやろうかなと思って、何か多分ね、いいですか、言われないと思いますはい、多分見たら分かりますからね。そうですよね、はい、はい、もうそういうことなんですけど、はい、木田さん、あの今年はですね、もう年始からとっても荒れ模様となりましたけども、はい、うん、さあ空歴というのが今年ね、どうなるかですよね。そうです、この大雪が、うんうん、どうしましょうかね。ちなみにですね、はい、この26年前の新潟ね、はい、26年ぶりだということで、26年前、去年から26年前ですから、うん、27年前か、27年前、うん、昭和58年、はい、
昭和58年。そうでした。私生まれた年ですね。生まれたんだって。なんでね。はい。大学に入った年です。あ、そうだったんですか。そんなに違うの？そうですね。え、木田さん何年ですか？江藤は。江藤は蛇年です。蛇年。年齢分かっちゃうじゃん。お互いね。私ね、イノシシです。イノシシ。え、イノシシでございます。もう盲信するわけですね。ちょっと盲信とかね。ちょっと盲信、盲信。はい。はい。あ、同じでしたね。58年生まれの方。じゃあ木田さん、その58年新潟、大雪ですか。大雪だったんです。その時がの80センチ超え。でちなみに、ね、その時っていうのは、昭和59年で、あ、ごめんなさい、27年前、昭和59年でした。1年ずれてました。ずれてましたね、申し訳ない。非常に申し訳ございません。まあね、20年、30年のうちの1年ですからね、そんな大きな差ではございません。はい、ちなみに58年も大雪だったんですよ。58年、59年って続いてるんですね、大雪が。で、ちなみに60年も67センチ。で、61年も52センチ。だから大雪は続く傾向にあると、言えるかもしれないですよね。続くということは、4年、3、4年続いたんですね。3年、そうです。前回の場合は3、4年続いたと、そういうふうに考えてもいいんじゃないかと、ただあまりにもそれだと短絡的すぎですよね、と。で、いろいろね調べたんですけども、どうやらね今ね、ラニーニャ、ラニーニャ聞いたことありますよね。ことありますけども、ラニーニャ、エルニーニョの反対。はい。で、ラニーニャの年は、どうやね、雪が多くなるんじゃない、寒くなるんじゃないか。寒くなる。あ、ここで番組ご覧いただいている方に、ラニーニャとは何ぞやと説明していただくのはどうですか。あ、ラニーニャね。ラニーニャはエルニーニョの反対です。ニャニーニャだ、ニャです。ラニーニャ。ニャじゃないです。ないないですよ。どういうものか、海水温ですよね、日本から遠く離れた南米ペルー沖、行ったことないんですけどもね、知ったかぶったように話しますけども、その南米ペルー沖の海水温がね、普段より低いことをラニーニャって言います。で、高いことをエルニーニョと言うらしいです。私が実際に測りに行ったわけではないんですけども、今ね低いらしいです。低いらしい。あ、今もう低いんですか？低いです。おやおや、昨年のね夏ぐらいから、夏からちょっと海水温がね上がらない、ちょっと低めですか。まあグローバルリポートとかいただけたらいいんですけどね。そうですね。今海水温が何度ですとね。何度ですと。まあ将来可能かもしれませんね。頑張りたいです。頑張りたいです。頑張りたいですよ。海水温が低いから日本は大雪？寒くなるんですよ。寒くなる。で、もう一つ、去年猛暑だったじゃないですか。そうですね。もうしょうがないっていうぐらいの、もうしょうがないっていうぐらいの猛暑だったと思うんですけども、その影響で海水温がね、異常に高くなっちゃったんですよね。なるほど。猛暑。今もね高いんですよ。あ、高い。海水温、日本の周りの海水温が。そうなんですか。それで寒くなっちゃうと何が起こるかっていうと、雪がドカドカドカ。暖かい、お風呂は湯気がどんどん出るじゃないですか。だから海水温が暖かいと、それだけ水蒸気が空気中にどんどん吐き出されて、それが雪雲になって降ってくるんじゃないかと。だから今年も雪が多いのではないかと。ですね。はい。書きますか。書いてください。1月。はい。今年の冬見解ですかね。木田さん、じゃあ。ただこれは私の独断と偏見でございますので。どうしましょうか。じゃあちゃんと予報センターに。いいですか。あ、いいです。全く正反対のことを言うかもしれませんけども。楽しみですね。その時は申し訳ございません。いやいやいや、そういう傾向があるということです。傾向があるということで。ですね。はい。聞いてみましょうか。で、ここはですね、やっぱり聞くとなると、私のようなね、ちょっといい加減なスタッフでは困りますね。スタッフって。やっぱりね、ここはもうどっしりと真面目で。もう守護神と言われてらっしゃる。守護神と言われている。もうあの方しかおられない。呼んじゃってよろしいですかね。呼んじゃってよろしいです。はい。予報センター、本田さん。はい。
明けましておめでとうございます。おめでとうございます、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。本田さん、はい、今ですね、今年のまあ冬はどうなっちゃうんだろう、雪の降り方はどうなんだろうってことを北さんと一緒にお話ししていたんですけれども、はい、予報センター的にはどうなりそう考えてらっしゃるんでしょうか。はい、まあ、やはり長期予報というのは、まだ、非常にまあブレ幅がだいぶ大きいということがありますので、まあ、すべてはその前提ということになるんですけども、はいはい、今のところの見解としては先ほどお話ありました、ラニーニャ現象、こちらですね、まあ、春まで続くんじゃないかという傾向に春まで、出ていますね。ニーニャ現象、はいはい、まあ、そうしますと、まあ、今年、割とまあ、東日本、西日本あるいは北陸方面などを中心に雪が降りやすいと、雪の量がまとまりやすいという傾向がありましたけども、やはり、そういった傾向は基本的に継続するという形になるかと思います。当たりましたね、まあ、でただ直感で言ったんですけどね。そうです、まあ、傾向がということにはあくまでもなるんですけどね。ちょっと念をされましたけどね傾向だと、はいはい、まあ、それで、まあ、2月になりますと、やはり少しずつ寒さというのが収まってくるんですけども、2月にかけまして、まあ、割とここまでの、状態でいうと、まあ、冬型の気圧配置が強まって、まあ、雪になったり、といったことが多かったかと思うんですけども、この後心配されるのは、南岸低気圧と呼ばれているものですね、うん、まあ、こちらは、まあ、日本海側というよりも、割と、まあ、関東東海方面ですとか、はい、太平洋側、まあ、それにさらに北上しますと、東北地方の太平洋側、うん、この辺りに、まあ、まとまって雪を降らす、まあ、恐れがある、低気圧ということになるんですけど、はい、まあ、1月下旬以降ですね、こうした、南岸低気圧の、影響する可能性というのが、少し高くなるといったことになるかと思いますね。1月下旬以降は、はい、今の要約すると、はい、1月下旬以降は東京でも雪が降るかもしれない。いや、うん、下旬以降、はい、そのまあ、本田さんはね、太平洋側と、はい、うん、おっしゃってましたけど、まさしく、はい、太平洋側の代表する地点、関東、東京とかでもです、ね、うん、関東もだってすごい晴れてましたよね、昨日今日。今日そうです、関東だけでしたから ね、晴れてたのが、はい、うん、関東でも大雪ですかの可能性、雪の可能性ですね。そうです、まあ、そうですね、可能性が出てまいりますね、うん、はい、雪の可能性、雪かもっていう感じで、はい、雪かも、雪かもしれない、はい、下旬以降です、ね、下旬以降ですよ。1月下旬以降から何月、3月ぐらい、4月ぐらいまで、そうです、まあ、寒の戻りということになりますと、はい、まあ、3月4月の頃まで、うん、あるというふうには考えられるかと思うんですけども、うん、目先のですね、傾向の予想でいきますと、はい、やはりですね、3月ぐらいまでは、うん、気温が割と関東方面も低めに、例年の状態と比べるとちょっと低めに経過する可能性があると、いうことになってますのでね、特に3月にかけて、ご注意いただきたいとは思います。3月にかけて、はい、うん、木田さん、はい、本田さんということは東京、関東で言いますと3月まで少し寒いんですか。その寒い、そうですね、ちょっとですね、寒くなりやすい傾向というのがありますね。特に2月、うん、3月になると、まあ、去年も2010年も、まあ、急にこう寒くなるということが、こう何度か、3月の後半から4月の初めにかけてあったかと思うんですけども、割とあのような、形でですね、まあ、冷たい北寄りの空気が入って寒い日が、まあ、これ1日というよりも 数日続いて、また暖かさが戻って寒くなると、言ったことをちょっと繰り返しやすいということになるかと思いますね。なるほど、なるほど、なるほど、うん、1月は下旬以降関東でも雪かもしれない、ね、これが3月まで続く可能性があると、はい、ですね。日本海側の雪は何月ぐらいまで、はい、降りやすいんでしょうかね、今年は。こちらの方もですね、うん、まあ、まあ、実は北海道方面ですと、割とですね、今年はいつもの年より雪が少ないとお感じになっていらっしゃるリポートですとか、うん、そういったものもある状況なんですけども、はい、北海道方面については、まあ、例年ですね、この後も、雪が、3月にかけても降りやすい傾向というのは多くなるんですけども、今のところ3月の後半になりますと、次第に冬型が緩んで、まあ、暖かい風が入りやすい状況というのが、まあ、徐々にはっきりしてくるかなといったような状態ですね。日本海側の雪は今の話だと3月
半ばぐらいまでかな、はい、3月半ば、うん、なんでしょうかね、はい、そうですね、まあ、あの、まあ、状況の変化というのはあるかと思いますけども、うん、そのあたり一つの目安になるかと思いますね。目安だと、はい、分かりました。今年北海道雪少ないんですよね。そうですね、うん、まあ、あのお正月で、まあ、こんなに少ない、あのお正月も珍しいというような報告もありましたけども、割とこう今年の場合は寒気がこう、はい、ドカッとこう南の方まで、うん、降りてくるというパターンが結構多かったかと思うんですよね、はい、まあ、今シーズンですね、うん、まあ、そうなりますと、まあ、日本海側、まあ、今回のように西日本も含めてしっかり降るということになりますと、かえって北海道方面では、雪の量としては、ちょっと抑えられるという傾向はありますね、うん、うん、そうなんですね。まあ、ですから、まあ、例年、普通の冬らしい冬ということになりますと、はい、北日本を中心に、冬型の気圧配置ということになるんですが、今年の場合はですね、ちょっと上空の、様子、こちらの図で見ていただきますと、はいはい、この黄色い部分がですね、あのいわゆるジェット気流と呼ばれている、強い上空の強い風のエリアなんですよね、はい、まあ、北海道方面で強い雪が降ると言いますと、ジェット気流がもうちょっとこう北の方からこう急激にこう下がってきているような状態、こういうことがまあ多くなりますと、まあ北海道方面を中心に今年も雪がまとまったなということになるんですが、今年はですね、少し南側と言いますか、南にですね、降りてこう寒気がしばらく南下してまた上がっていくというパターンが多い、まあ、これは三波型などとも言われまして、はい、まあ、アメリカやヨーロッパ方面、うん、この辺りでも同じような傾向が同じタイミングで出るんですけども、そうしたタイミングが多いということになりますので、北海道方面それに東北地方北部の方は今年の雪の、感覚というのが、まあ、あの新潟エリアの方に比べるとちょっと違ってくるかなということになりますね、うん、なるほどね。そうなんですね、うん、西日本では雪が多いのに北海道であんま降らないということですか。そうです、やはり、まあ、北から西まで、全部大雪を降らすということは、うん、あまりないんですね。あまりない、まあ、やはり北日本、はい、まあ、北海道や東北北部を中心に大雪になる、あるいは今回のように、寒気が西回りで入ってきますので、それで西日本を中心に大雪になるというようなことがあるんですけども、今回の場合、今シーズンの場合は北海道で寒気が続けざまにやってくるというよりは、割とこう西回りの寒気というのも、まあ何度かちょっと強い勢力を保ってきたなという感じですね。はい、わ、はい、かりました。わかりました、うん、本田さん、また後ほどお願いいたします。はい、ありがとうございます。今の話ね、寒気がどうやってくるか、はい、うん、実はね、ソウルも結構雪降ってるんですよ、はい、今年。あ、そうなんですね。ソウルも、ソウルの方も韓国、だから西経由ですからね、韓国の方を通ってその寒気が九州、うん、西日本流れ込んできたみたいですね。そうですね、うん、木田さん今、はい、いっぱい書くことあると思うので、あえて大事なことしか書いてないんですけども、あ、いいんじゃないでしょうか、まあ、はい、1,2,3 っていうのはだいたい冬じゃないですか、うん、冬寒いんですかね、やっぱり書こう、何を書こうかと思って体感の方も書きたいわけですよ。体感はね、もうやっぱり寒いに、寒い、尽きるんじゃないですかね。今年の冬は寒い、うん、寒い書きますかね、ちょっとね。そうですね、この辺に、はい、書きますね。書きましょう、今年の冬は寒い、今年の冬は寒い、うん、決して私のせいではございません。え、いや、私のせいではございません。あ、そうですね、はい、まあ、この後ね、はい、あのソライブムーン、まあ、今日なんかザ・パーティーとか、はい、サブタイトルついてましたけども、そうですね、うん、まあ、そこのメイン MC はかなり歓喜を運んでくるかもしれませんけども、まあ、まあ、木田さん、ムーンよりはイブニングを楽しみましょう。あ、わかりました。はい、はい、そうですね、イブニングの方も温めて、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 難しいな、寒温めていきましょうか。寒温めていきましょう。寒温め、はい。さて皆さん、今ですね、最新のリポートが入ってきました。どうやら、まあ、雪の報告なんですが、はい、兵庫県姫路市マロリさん、午後、5時12分ぐらいですね、たった今のリポートですが、雪が積もったり止んだり、まあ、しているそうです。繰り返しています。そして夕方からどんどん降り出して積もり始めているということなんですね、うん、ツーンとする寒さってイメージ分かりやすいですね。分かりやすいです ね、 ね、うん、これまさしく今日そんな寒さなんでしょうね。そうですね、姫路市でもまた降り出した、はい、うん、あの山陰で、ね、降ってた、うん、
あの雪雲がなんか南に下がってきてるようですね、でそれが今姫路で降らせているということで、この雪雲がねどこまで広がるか、そこが気になるところですよね。そうですね。ではそのあたりをまた予報センターの本田さんに伺いましょう。本田さん、お伝えします。現在のですね西日本エリアなんですけども、山陰方面にかかっていた雨雲雪雲、この時間まあ、一部兵庫エリアにもかかっているといったような状況。10分天気マップ、こちら拡大をして西日本方面見ていただきますと、雪のご報告がですねこの時間兵庫この辺りが中心になってきている状況。雨雲レーダーで様子を重ねてみますと、今日のお昼過ぎにかけまして山陰方面にかかってきた雪雲雨雲なんですが、この時間山口県の西部それに福岡方面を中心に雨または雪を降らせている雲、それでもう一つがこの時間兵庫方面にかかっている雲、大きくはこの2つに発達した雲のエリアというのが分かれてきているようです。この雲基本的にはこのまま南へ下がっていく傾向ということになりますので、この後の時間九州方面は内陸ではしっかり雪、沿岸では強い雨といったような状況、また兵庫方面ですね、こちらは雲自体南へやや東へ広がりながら進んでいくということになりますので、この後雪や雨が降り出すといったエリアが出てきそうです。ただ今のところこの京阪神方面については雪の量としてはそれほどまとまらないんじゃないかなというのが現在の沿岸部についての見解なんですが、このあたりはこれから天気が動くということになるかと思います。以上予報センターからお伝えしました。
い、時刻は午後5時30分でございます、はい、早いですね、30分が、早いですね、はい、今ソライブイブニング特別版をお伝えしています、はい、牧田さん先ほどパタパタと、あ、これパタパタ、パタパタとね、なんか様になりますね、パタパタと、涼しい、ここはちょっと暑いんですね、暑いんですよ ね、少し暑いんですが、何度ぐらいあるんでしょうかね、ここ何度ぐらいですか、何度ぐらいでしょうか、何度ぐらいでしょうか、むちゃくちゃ暑いですよ、うん、まあ、でも暖かいのはいいことですね、夏かなと思いますよねそこまでですか、じゃあちょっと木田さん寒くしましょうか寒くするの、寒くします、それは後ほど、それ後ほどですね、はい、順次小出ししていきたいと思います、そうですね、まあ、その都度寒くなるということなんですか、はい、はい、寒いのにギャグはときましたけどね、皆さんまだまだ冬から、まあ、寒い時期のお話ですが、うん、春にかけてといえば、はい、フィクションですね、風ですか、もう分かって聞くところが関西人ですけどもね、あれれれれれ、風じゃないとすると、他に何か、他に何か、他、あ、誰か噂してる、なかなか、なかなか言ってくださいませんな、なかなか言いません、なかなか言いません、木田さんご自身はヒクションじゃないんですね、ヒクションじゃないです、春は、うん、去年まだ大丈夫でした、大丈夫でしたか、大丈夫でした、はい、今年あたりそろそろ危ないんじゃないかと、危ない、うん、ですか、じゃあ試してみましょう、去年のこのリポートを見てください、はい、皆さんくしゃみしますかね、静岡県イクション、はい、静岡県伊豆の国市のポッケちゃんさんです1月25日、あー来ましたね、これはあの花粉膨らんでるそうですよ、去年こうなるんですね、はい、これ去年の1月25日そうですよ、去年はですね、 あれがパカッと割れるんですかね、パカッと割れると花粉がビュワッとどういうブワッと飛ぶんだ、ブワッと出るんですかね、なんかそういう擬音語系は関西っぽいですよね、ドワッとドワッとかね、ブワッととかまあね、道聞かれてもね、あ、行ってそこ行って あっち曲がるんやとかね本当どっちやねんって話になっちゃいますけどね、まあ、でもそれでも大体通じますけどね、大体通じますか、うん、あっち行ってね、はい、あそこ曲がるんやとね、あ、行ってこう行ってあ、行きとかね、本場ですな、ほんまにな、いや、分かりやすいわ、分かりやすい、まあ、花粉なんですけどね、はい、花粉なんですけど、まあ、これだけ去年もリポート来てましたよ、うん、でこの方はですね、あ、うん、目が膨らんできて鼻炎が始まって辛いとおっしゃってますが、去年ね、鼻炎ですね、いやでもこれ本当に花粉症の方はこれ見ただけでムズムズするんじゃないですか、鼻とかがね、そうですね、まあ、これは去年の状態、去年の状態、はい、でございます、うん、まあ、ちょっとですね、この空歴的には3月ぐらいまで行こうかなと思うので、はい、その去年の3月の時点のですね、はい、リポートもあります、茨城県水戸市のサイさん、サイさん、サイさんはですね、はい、花粉症の私マスク欠かせませんが、今日は目が痒くなくくしゃみと鼻だけ、花粉症の皆さん頑張って乗り切りましょうって、ね、その日によって症状違うんです ね、目が痒くなくてでもくしゃみと鼻だけですって言っても、はい、結構辛そうですよね、くしゃみと鼻、うんうん、辛いと思いますけど、なんか笑顔ですね、顔文字がなんか笑顔、本当ですね、笑顔ですね、でファイトとか書いてますよねファイト、乗り切れそうな感じしたんですかね、うん、まあ、あの実際は調査によりますと2010年去年は毎年いつもの年より楽だったという感じた方6割強、そう6割強、うん、多かったんです、楽だったという方が、うん、はい、これ、うん、でね、実際飛んだ量がその前の年の、はい、だからおととしですよね、おととしの3割ぐらいだったそうですよ、だから半分以下、はい、それは楽ですよね、楽ですね、うん、半分以下、花粉症じゃないですよね、この2人は、あ、花粉症じゃない、じゃないかったみたいです、花粉症じゃない、僕も花粉症じゃないですね、で花粉症じゃない2人が花粉情報をお届けしております、お届けしておりますけど、うん、まあ、ソラチャットの方はかなり大変そうですよ、あ、皆さんやっぱり花粉症、キューさん、マサルさんがいらっしゃいますね、船橋の、あ、船橋のマサルさんは、去年軽かったっておっしゃってました、そうですか、マサルさん花粉症なんですか、はあ、同じ名前でも違うものなんですね、あとはどうですかね、花粉症黒馬さん、なんか症状が重かったの2週間ぐらいで済んだ、おそう
期間が短かったんですか。それもびっくりですね。そうですね、うん、そういうこともあるんですね。まあ、あのよく裏年表年って言いますね。よく知ってますね、はいはい、ではでは問題です。はい、何でしょう。今年はどちらでしょう。2011年は皆さんに聞いてみましょう。2011年、今年は表年でしょうか裏年でしょうか。どうですかね。どうでしょうか、うん、表年。表かな。表かな。表年。表表表表表裏が裏がほとんどいません。はい、そうですね。あ、裏という方もいました。なんかあの黒猫のジジさん、猛暑だったからね去年って来ましたね、うん、猛暑猛暑猛暑の翌年は飛ぶ飛ぶ、うん、と言われてますよね。去年の10倍ですか、うん、そらチャット。10倍。10倍10倍来ますか。いや、そのあたりは詳しく書いてあるんですよね。そうなんですよ。実は実はウェザーニュースでも、ウェザーニュースでも、うん、今年の2011年の花粉飛散がどのくらいなのか、はい、うん、出してます。出してますか。もう出して、もう去年の、去年の10月ぐらいには出したんじゃないでしょうか、はい、早々と。あ、携帯サイトの方ですよね、うん、じゃあ今年見てみますか。ちょっと見てみましょうか。はい、携帯サイトです。携帯サイトこちらです、うん、こちらのどこかな。下の方ですね。下の方です。はい、花粉プロジェクトのページですね。花粉プロジェクトね。花粉プロジェクト。花粉プロジェクト、うん、花粉プロジェクト今年どういう風にいくんでしょうね、うん、ポールンロボもね、はい、もうだいぶ出来上がってましたからね。そうですね、うん、新しいポールンロボが、新しいのが、うん、ん、はい、ありましたね。花粉プロジェクトは、はい、風景界の下にうまい具合にありますね。狙ってますね。狙ってますね、これは、はい、はい、単なる偶然のように思いますけども狙ってたことにしましょう。はい、では見てみましょう。実際に見られた方いらっしゃいますね、はい、チャットにも、はい、2011年、うーん、どうですか花粉傾向発表。花粉プロジェクト2010になってるんですけど、うん、ダメですね、これは。ダメですね、これ直しときましょう。直しましょう、はい、2011年です、うん、花粉傾向発表見てみましょ う。はい、さあどうですか木田さん、うん、おー、これね、やっぱりどのぐらい飛ぶのか、そしていつ飛ぶのかってね、それが気になるとこですよね。そうですね、うん、量先見てみましょうか、下の方、はい、ちょっと下の方、花粉の量どれくらいでしょうか。おー、おー、花粉の量、うん、はい、2011年の飛散量、はい、2010年の 5.1 倍。どれくらいなんだろう。 5.1 倍って言われてもなかなかピンとこないですよね。そうですね、はい、でもこれ平均が 5.1 倍でしょ、はい、すると多いところはそれ、さらにそれより多いと、うん、そうですね、うん、10倍ぐらいあるということなんでしょうかね、花粉 5.1 倍、書いちゃいましょうね。花粉 5.1 倍、5.1 倍、うん、ということはあの花粉症じゃない方も発症する可能性もありますかね、今年デビュー。危ないかも。私たち気をつけましょう。気をつけましょう。しましょう。そろそろね、なんかね、はい、やばいかなっていうなんか予感がしてるんですよ。やばいかなというのはどういった感じでしょうか。なんとなく、はい、うん、毎年ね、少しずつなんかちょっと花粉にちょっと反応をしてしまってる自分がいるような、どんな感じで、なんかね、あ花粉が飛んでるっていうね、なんとなくセンサーですか。センサーがあるんでしょうかね。どっから来ますか、ちなみに。こう鼻かな。鼻、あと目。目、うん、目からしょぼ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 パソコンのしすぎとかじゃないですかね。いや、あんまりパソコン見ませんので、はい、そうですか、うん、あ、でもそれはあるときましたね。あるあるあるで、うん、なんかチャットの方にも聞いてみたいですね。発症した方は何から来たのか、何から来たのか、何から来たのか、
難しい質問ですね。覚えてますかね。覚えてますかね。何から来たんだと。じゃあ一番辛い症状をお伺いするのはどうかな。一番辛い症状は何でしょうか。木田さん、空ボタンで聞くってきましたよ。あ、いいですね。空ボタンでやっちゃいましょうか。やっちゃいましょう。せっかくだから。じゃあ今から空ボタンを作ります。どういう質問しましょう。そしたら。そうですね。うん、これは花粉症で一番辛い。辛い。症状は何ですか。何ですか。うん、耳に来るんです。だからどこに来るかですよね。はい、だから目、鼻、喉、頭、耳、皮膚です。皮膚、痒いとかですね。あ、皮膚ってあるんだ。おお。はい、あ、面白いね。ブタクサ花粉症はくしゃみってなってる。あ、そうですか。だから花粉の種類によって症状が違う。違うかもしれない。でもあの杉花粉は大丈夫だけど、ヒノキ花粉に反応する人っていますよね。いらっしゃいますよね。いるんですよ、社内にも何人か。私抑えてるんですけどね。抑えてるというのは、ヒノキがいつ飛び出すか、飛んでるかっていうのをね、掴むためにはね、非常に有効なんですよ。あー、なるほど。その方々の様子を見るんですね。様子を見て、まだ大丈夫とか、まだ大丈夫それちょっとね、直前になるとかなりしつこく、そうなんですか。そう、実は聞いてるんですよ。そう、チェックしてらっしゃるんで、さすがの、です、ね、それで、そろそろだなと、そろそろだなということですけど、空ボタン出来上がりましたよ。聞いてみましょう。はい、はい、こちらです、ですね。こちら、あ、変わった空ボタン、すごい、はい、リニューアル。花粉症で一番辛いのは青が鼻、赤が喉、喉、緑が目、黄色が皮膚。うん、皮膚、皮しか見えませんね、このモニター。ちょっとね、私たちはそうなんですけどね。皆さんはちゃんと見えてます。見えてると思います。見えてますか。そば裏を明かせば、このモニター横長のモニターなのにサイドカットされてるんですか。なんでですかね。不思議ですね。不思議ですね。横に長いモニターなのにさらにサイドカットさらにサイドカットで、皮膚の負がカットされてしまってるわけですね。もうだって鼻なんか見えないじゃないですか、青の。あ、そうですね。でもね、そこはね、鼻を効かして鼻を効かして、鼻を効かして、出たってきました。はい、ふうですね。チーンと言われちゃいましたけど、まあいいじゃないですかね。寒暖かい感じで、ダジャレでも人を幸せにできると、どうですか。あ、いいかもしれませんね。寒暖かい。私の今年のじゃあ夢は、ダジャレで人を暖かくするダジャレで人類を平和にするすごいすごい、イエーイ。じゃあ、やっぱり弟子の方にも言ってほうがいいんじゃないですか。そうですね、後で厳しく厳しく、その思いをちょっと言っときます。その思いを伝えてください、もう、ダジャレもね、社会貢献だとそうですね、そう伝えておきます。そうですね、社会貢献でダジャレで平和に、何の CM ですかって話ですよね、この格好で。ねえ、ちょっとこういう格好だしね、こういう格好ですね、はい、はい、さあ、じゃあ、集計の集計、じゃあ締め切りましょうか、締め切りでいきますか。はい、わかりました。じゃあ締め切りでお願いいたします。あ、押してなかったな、私。あ、もう花粉症じゃないからな。遅かったですね。遅かったですね、はい、まあ、強いて言うなら目ですかね。目かもしれませんね。目ですね、はい、じゃあ結果、はい、まとまりましたかね。見てみましょうか。はい、はい、さあどうでしょうか。はい、どうでしょうか。あ、喉がほとんどいない。うん、鼻ですね。はい、ちょっと見てみましょう。はい、お、すごい、これ鼻が64、64名、喉がお二人、目が20名で、皮膚が7名。うん、なるほどですね。マップっていけるんですか。
マップ？マップで見ましょうかと早和さんが。マップ関係あるのかな。どうなんですかね。どうなんでしょうか。北南とかあるかもしれませんね。マップあでも緑が東北に偏ってますね。あ、喉、間違えた、目でした。なんでだろう、なんだかしら。花粉の違いですかね。花粉の種類の違い、違いですかね、うん、飛ぶ時期とか。うん、あ、でも東北は、はい、ヒノキと杉がほとんど同時に飛ぶんじゃないですかね。結構そうですか。その相乗効果とかがあったりとかして。そうですね、はい、あの花粉非常に構えてしまうほどちょっとヒヤヒヤしてるんですけれどもね、まあ、春といえばとても他に楽しい楽しみ方もあるわけで、うん、すいません噛んでしまいましたけど、はい、あの何だと思います？いいリポート来てますよ。 春他楽しいものっていうと、はい、やっぱりワクワクしちゃうものです。ワクワク、はい、ワク恋の季節ですよね恋ですね、うん、恋、泳ぐ恋じゃありません。泳ぐ恋じゃないですなんかおかしいですね私たち。あ、花見だ花見とかあるんですよ。桜プロジェクト、桜プロもあるんですけど、うん、実は去年のリポートでこんな素敵なものも来てますよ。静岡県です。はい、沼津の方から2月12日もう少しかなというタイトルで、我が家の庭に植えてある梅の木です。梅の木、桜の前ですね。うめえこと撮りましたねうめえこと撮りました。この写真うめえこと撮ってますけども、うん、あれ桜の前でしたっけ。桜の前ですね。あ、うん、梅さん来ましたね。梅の方がだいたい早いんですけど、はい、だんだんね、あの追いつくんですよ、うん、桜が。だから桜前線、そうそう、梅前線と桜前線ね。梅の方が早く北上して、はい、それを桜前線が追いかけて、ちょうどね津軽海峡で追いつくんですよ素敵、津軽海峡で、津軽海峡で。だから青森から函館に渡るところで、はい、ちょうど桜と梅が一緒になるんですね。へー、うん、で北海道ではほとんど同時ですよね、咲くのが。そうなんですね、うん、じゃ北海道桜も梅も楽しめるんですね。同時に楽しめるっていうのが贅沢。いいですよね。いいですね、うん、梅は食べるとうめえよときましたねどうですかね、うん、お師匠。いや、よろしいんじゃないでしょうか。今のよろしかったですか。うん、座布団1枚。座布団1枚。はい、はい、ですね。梅が実際に咲いたのは和歌山県田辺市、マリリンさん、2月後半です。うん、28日、はい。綺麗ですね。日差しポカポカ、青空に梅が映えますという。うん、最高でございますよ。おお、これが梅の花。うん、梅の花ですね。梅の花って桜より白っぽいんですね。どちらかというと、うん、こじんまりしてて可愛い。こじんまりしてますよね。ですね、うん、早かったらもう咲いてますよね、うん、梅。あ、そうですね、早咲きの梅なんでしょうかね。うん、あ、和歌山梅の産地。おお、あ、そうですよ。梅干しとかも和歌山の梅干しっていうと高価ですよ。高価ですね。高価ですよ。おいしい、甘美味しいやつですか。あの蜂蜜入りとかが、ね、蜂蜜入りとか、うん、蜂蜜入りとかありますよね。うん、そう、紀州梅。紀州梅大好きです、うん、大きいんですよね、またあれが、うん、あれ一口でいく方ですか。あの紀州梅は一口ではすいません、想定外の質問でしたので、はい、ちょっとどう答えてボケようかっていうのをね、ちょっと想定しておりませんでしたちょっと関西人として許されないことですか。です、ね、申し訳ございません。すいません、あの関西の方やっぱお笑いには厳しいでございますね。あ、そうかもしれません ね、私一口でいっちゃうもんですからね、うん、あの美味しいなと思って あんな効果の。なるほど、はい、うん、梅のリポートは2月に届き始める、うん、木田さん今年はですね、はい、春は遅そうですかね、早そうですかね。春はね、春は今年の冬は寒いということなんで、うん、はい、春は遅そうなんですけど、はい、梅はね、はい、いつもの通りに来るんじゃないでしょうか。あ、梅は平年通り、うん、梅は平年通り、うん、桜はまた後ほど話したいですね。桜は後ほどね、桜もしかしたらちょっとね、はい、ちょっとどうなんでしょうかね、うん、そうですね、それはこの後でございますね、はい、ね、桜博士いますからね。そうですね、うん、わかり
ました。ではその後この午後6時を回りましたらですね、桜プロジェクトの話してまいります。さて木田さん、まだまだの雪で交通にも影響出ているとお話がありますね。そうですね、ではこの後は最新の交通情報、交通気象センターから伝えていただきます。飯田さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、それでは交通気象センターから最新の交通情報をお伝えしたいと思います。年末年始の寒波ということで、山陰を中心に大雪、そして大きな被害が出ています。現在も懸命な復旧作業が続けられています。鳥取県の米子市からまゆっぺさんのリポート、こちらご覧ください。朝5時半起きると停電になっていましたと。外は一面の雪ということですね。路地に入れば必ず1台は立ち往生で動けなくなった車が点在しているという状況です。皆さんもすでにニュースでご存知の通り、1日の未明には仙台に上る立ち往生が国道の9号線で発生したという状況です。1台のタンクローリーがきっかけになりまして、大雪で高速道路が通行止めになって迂回した車が集中したという状況で、クリスマスの時に発生した磐越道を迂回した国道49号と同じような状況になってしまいました。で、現在ですけども復旧作業を急いでいますが、まだ雪が降り続いています。中国エリア中心に北からですね、どんどん雪雲が流れているという状況です。特に中国エリア、ピークは過ぎましたが、弱い雪が降ったり止んだりということで、記録的な大雪になりました米子をはじめ、これから明日までこの雪が降ったり止んだりという状況になりそうです。雪のピークはもう超えていますので、さらに大雪ということはありませんが、道路等を含めて非常に危険な状況ということですので、これから車での外出等は避けていただければというふうに思います。そして強い雪雲、雨雲が流れ込んでいるのが山口県から福岡県にかけてという状況になります。雨が一時的に強く降ることによって雪に変わって、現在九州道小倉周辺では通行止めになっています。この活発な雨雲、雪雲がこれから標高の高いところに流れ込んでくるということで、長崎道や大分道、そして九州道、鳥栖ジャンクションから南側のエリアも含めて、道路の急変には十分に注意をしてください。これからしばらくの間ですが、高速道路が例えば通行止めになったとしても、一般道に迂回する際は冬タイヤが必要な状況です。また峠道を越えるには大型車、特にタイヤチェーンも携行していくようにお願いいたします。その他のエリアですけども、もう一つ注目しているのがこちら近畿エリアになります。こちらも雨雲が日本海側から入ってきて、雪雲が入ってきているという状況です。ピークとしてはこれからあと1時間ぐらいという状況になりますが、集中的に雪が降るという状況もありますので、名神や新名神などこれから路面の急変、そして場合によっては除雪車も出動しますので、どうぞ周りの状況を判断しながらゆっくりと走行して、事故のないようにお願いいたします。そしてもう一つ注目しているのが東北エリア、特に北部中心にこちらも記録的な大雪になりました。特にこの東北道、盛岡よりも北のエリア、そして八戸道にかけてですけども、こちらも現在通行止めが続いています。特にこの盛岡から北のエリア、一般道に迂回しますと国道4号線、そしてその他東北エリア、青森県にかけて一般道、やはりここも標高の高いところを通過します。特に冬タイヤでない車は状況としては通れないという状況、そして大型車はチェーンがないと、これもまた坂が登りきれないという状況になる恐れがありますので、十分に注意して走行していただければというふうに思います。そして鉄道への影響です。先ほどお伝えした京阪神のエリア、特に京都から大津中心としたこちらの雪の範囲に、雪の影響によって東海道新幹線、現在はダイヤ通り、帝国通りの運行を行っていますが、一時遅れという状況になりそうです。ただ大幅の遅れはありませんので、10分程度というふうに見ていますが、